ディフォガスの戦いは、マリ北部紛争で2013年に、軍事介入したフランス軍のセルバル作戦を、遂行している、フランス軍と連携して、軍事行動を取るチャド軍その他と、イスラム過激派武装勢力との戦闘。戦闘は、テッサリトと、キダルの間にあるアゲル北の周辺で行われる。ディフォガス産地は、イスラム戦闘員たちにとって、最後の拠点となっている。 戦闘中のフランス兵士チャド軍1万8000人の将兵は主にキダル北部に展開する。マリ派遣チャド軍はマリ共和国の首都バマコにある統合軍司令部から指揮され、司令官にはオマルビコモ将軍が次級指揮官にアブデラマンユース不明理将軍がついており、さらに2月中旬からチャド大統領イドリスデビの息子、マハマトイドリスデビが着任する。ただし、 マハマトイドリスデビについては、非公式な指揮官であるとされる。キダル市内にある、キャンプ1は、んだが、町から少し離れたところの、キャンプ2にチャドフランス連合軍が陣取っている。ンラ戦闘員の中には、アンサールアイコールディーンから転校したものも含まれており、アザワドイスラム運動も、キダル市内にいる。フランス軍部隊は2個の東方戦闘軍に分けられる。1個目の、 第3統合戦闘軍は、フランソワ・マリー・グジョン大佐が指揮を取り、以下の連隊の将兵からなる。2個目は、空帝統合戦闘軍、時折、第4統合戦闘軍とも呼称され、500人の規模で、以下の連隊の将兵からなる。鉄車里と地域には、マリー軍のほか、フランス軍1200人、チャド軍800人が展開している。フランス軍側は、第統合戦闘と、 空挺統合戦闘軍は主にテッサリと周辺に展開する。外科的支部の設置は着実に進行し、手始めにセバレに拠点を設置し、そこからテッサリと飛行場に進出する。テッサリと地域にはマリ軍部隊800人、フランス軍部隊1200人が展開している。だと MIA の戦力について、フランス軍のミシェル・ゴヤ大佐が述べるところでは、現地情報について、 非常に有用な存在と見ているが、ドゥアレグ人戦闘員は、キダルを占領するがこの地域へのマリ軍部隊の進出について反対している。マリ軍側では、マリ軍参謀本部が、テッサリと地域でのマリ軍部隊の存在について言及する。顔にて、ガがー大佐は、フランス側に必要なものについて述べ、ドゥアレグ人の体制支持派民兵19人は北部に派遣され、 現地情報に精通している彼らは、テッサリトと、キダル周辺でのガイド役として運用するとしている。イスラム過激派勢力について、詳細は不明であるものの、戦闘員は数百人程度がいると推定される。2013年2月19日、マリフランス連合軍は、バンテル4号作戦を発動する。作戦目標は、イフォガス山地にこもる。 イスラム戦闘員たちを撃滅し聖域を解体することにある。マリ軍を含むフランス軍150人は、テッサリとから5 0キロメートルの地点にあるティレムシの谷で最初の交戦をする。この戦闘は、偵察任務中であった、前線航空管制官と落下3兵、コマンドをグループの分隊を増強したフランス軍、気候巡察隊が、イスラム戦闘員たちに襲撃される。 ティエリブルカハール大佐によれば、このグループは約30人以上のイスラム戦闘員たちであった。即座に増強部隊は AMX-10RC 偵察戦闘車を装備する機構巡察隊による反撃に転じた。上空からは2機のミラージュ2000戦闘機からなる飛行隊が地上部隊支援任務のために攻撃を開始し、銃機関銃座に箇所を破壊した。銃撃戦は、 数時間に及び、そして過激派戦闘員部隊の一部を膠着状態に陥れる。パンテル作戦では空爆によってイスラム武装勢力にとって重要な兵站拠点2カ所を破壊し、正域内の過激派部隊を追撃しイスラム戦闘員20人以上の殺害に成功している。フランス軍参謀本部によると2月19日の 戦闘で20人以上のイスラム戦闘員を殺害したと発表する。ジャン・イーブルドリアンフツ国防大臣はイスラム戦闘員25人の殺害に言及する。フランス軍側では第2外人落下3連隊のハロルトフ・フォルメーゼレ上級軍曹がこの戦闘で戦死している。2月20日午後両者の間で新たな交戦が発生する。 この戦闘の最終段階にて、空地共同部隊の一翼を担う、ティーガー攻撃ヘリコプターで編成される、セルバル航空グループが参加している。アルジェリア国境付近にて、ティーガー攻撃ヘリコプターが、イスラム戦闘員を乗せたライトバンを攻撃、これを破壊し、数人を殺害している。ティエリブルカハール大佐は、1人以下のテロリストを二月二十日に殺害したと述べ、また彼は、 ブーレム県とイホガス山地で約10の目標を航空機やヘリコプターで攻撃し、装甲車とピックアップトラック4台を破壊したと発表する。さらに武器貯蔵所では、幾代かの車両とロケットランチャーを発見しこれを露覚する。2013年2月22日1115時、チャド軍はキダルの北方にあるイホガス山地にあると目される。 武装勢力の拠点に対し相当作戦を開始する。チャド軍はガオ州とキダル州に1800人の将兵を展開しており、一方、フランス軍はキダルに約200人規模の特殊部隊を展開していた。ラの安保責任者であるモハメド・アグ・サギードによれば、トロワ、トロワといって、チャド軍は200台の車列で進撃し、待ち伏せに愛渋滞は二手に分かれた。その後、 彼らは反撃しイスラム戦闘員を駆逐したと述べる。現地時間1200時、イフォガス山地にあった武装勢力の拠点に対してフランス軍による空爆が実行され多数のイスラム戦闘員を殺害する。少数のフランス軍特殊部隊を含むチャド軍はイスラム戦闘員のキャンプを攻撃する。 この銃撃戦は1時間に及びイスラム戦闘員30人とチャド軍兵士8人が死亡する。このチャド軍の戦死者の中にはマリ、派遣特殊部隊指揮官のアブドルアジズハッサンアダム少佐が含まれる。チャド筋の未確認情報によればアダム少佐は自爆攻撃で死亡したとされる。1400時、再び銃撃戦が展開される。フランス軍のガゼル戦闘ヘリコプターは チャド軍を支援すべくただちに展開し、9人かのイスラム、戦闘員を殺害し、数台のピックアップトラックを破壊する。1445時、チャド軍は拠点を奪取する。チャド軍参謀本部は、ラジオ放送にて、敵対勢力の暫定的な確認戦果。2日後の2月25日に、チャド軍当局は、金曜日の戦闘で発生した損失について訂正し、チャド軍兵士23人が戦死。 イスラム戦闘員は93人を殺害したと発表している。幾人かの負傷者については、ガオ市に設置された全身下科拠点に混成航空軍のヘリコプターで搬送される。これらの負傷者の中には、イドリスデビ大統領の息子、マハマトデビ将軍が含まれており、フランスへ搬送される。2月22日、テッサリトに持ち込まれた。 生命維持手実もジュールで負傷したチャド兵士を受け入れる。2月25日に、チャド通信、保健大臣は2月22日と23日の衝突で発生したチャド軍負傷兵53人が、ニジェールのニアメに搬送されたことを伝えた。兵士のうち一人は治療の斐なく死亡した。さらに、渋滞の2人が死亡し、チャド軍の戦死者は26人に達した。戦闘後、 チャド軍兵士を加えた第3統合戦闘軍は、工兵と砲兵の支援下で参加した。フランス軍は10カ所の兵舘拠点を破壊し、BRDM-2 総輪偵察戦闘車を含む車両15台を撃破、そして即席爆発装置の製造所を解体する。フランス軍部隊はイスラム戦闘員、約40人を殺害している。戦闘は捜索及び、 混成航空軍の協調的な支援の下で地上に、あるいくつかの拠点やキャンプを捜索して発見し、正確な射撃で制圧する。アルジェリアのテレビ局、アンナハルの報道で悪夢のナンバー2であるアブデルハミドアブゼイド司令官が2月23日、土曜日に、ティハルガル3階近くの戦車で発生した戦闘で、他の約40人の戦闘員たちと共に殺害した。ティエリブルカハール大佐、 フランス軍報道官は、アブゼード司令官に関する断定できる情報を持たないとしながらも、センサ地区でのフランス軍機による空爆で、イスラム戦闘員が乗る車両6台を破壊したことを確認している。だと、キダルの名刺によると、アクミイーとアンサールアイコールディーンの戦闘員45人が、会食中のところに、フランス軍の吸収を受け殺害されたと伝えた。 フランス軍特殊部隊を支援することにより、ンらは生存者7人を拘束したことを明らかにしており、この中の証言で、アブゼイド司令官が死亡したとしている。2月26日夕方、気だる市民口に設けられた、ンら主導の検問所前にて、TNT を仕掛けたトヨタランドクルーザーを使った自動車爆弾の攻撃を受け、少なくとも4人が死亡したとみられ、 その後平成を取り戻し再捜索した結果、自爆者を含めて7人の死亡が確認された。ん公式発表により7人の死亡が確定される。西アフリカのタウヒードと聖戦運動は、この攻撃を認める声明をする。翌日、遺体は、共同墓地に埋葬される。悪夢は、ティハルガル3階に、その持てる戦力を集中し、抵抗を継続する。んだの指導者。 ビラルアグ・アチェリフによれば、アクミーが活動する地域は、後半に及び、西はトンブクトまで届くが、その拠点はティハルガルにある。そこには、主力が集まり補給品が集積し、そして、人材供給源と機能している。現在の戦いは、非常に重要な段階にあると述べる。アゲル北の名士によると、フランスチャドレン軍が、現地に降り、 ティーガー攻撃ヘリコプターも存在していると伝える。名刺によれば、ムジャオのキャンプ2カ所が空爆を受け、ガオ周辺では数十人のイスラム戦闘員が死亡したと断言している。フランス軍の空爆は内部患者がもたらす情報のおかげで補給拠点、キャンプや隠れ家を正確無比に狙いを定めている。名詞によると、アゲル北在住の少年がイスラム戦闘員の姿に驚いて、 フランス軍機に目標を誘導する装置を置いてしまったために処刑されてしまったとしている2月27日水曜日第三統合戦闘軍所属の VBL 装甲車は手っさりと近郊において地雷に触雷するフランス軍兵士2人が負傷しもう1人が軽傷を負った翌日深刻な状態にある2人は部隊を離れ本格的な治療のため空路でフランスに搬送された 2月28日、フランス軍は地元住民の協力を得て、数日で約15カ所の製造拠点と、金船、8 2トル迫撃砲4本、1 2 2トルロケット弾、約70発、5 0ラムの爆発物入りカバン9個、即席爆発物3本を発見した。2月28日木曜日朝、フランス軍参謀本部は、前日の戦闘で、 約130人のイスラム戦闘員を殺害したと明言する。90人がフランス軍によって、40人がジャト軍によって殺害されたとしている。これらはアブゼイド司令官が死亡した6台の車列の空爆時を最後としている。フランスの新聞ルモンドによれば、アブゼイド司令官の最後はマリ北部で進行中の軍事作戦に近い、信頼できる。 情報源によって確認される。彼の指揮下にあったイスラム戦闘員43人が彼と共に殺害される。3月1日、チャド大統領イドリスデビは指揮下の部隊によって2月22日の戦闘で殺害したと明言する。2月22日に我々はイスラム過激主義者の拠点を破壊した後にイフォンガス産地にて我が軍の将兵を失った。それは イスラム過激主義者との初めての本格的快適であった。我が軍将兵はテッサリと近辺にてアブゼイド司令官とそれ以外の指導者二人を射殺したと述べている。3月2日、チャド軍はモフタールベルモフタールの殺害を発表する。マリハケンチャド軍はイフォガス山地の山階にあったアメテタイの谷にてイスラム過激派の主要拠点を完全に破壊したと伝える。 フランス軍は洞窟内を捜索し、行動の先に武器や物資を発見する。3月2日にテスサリトの南方約 50km のアメテタイの谷にて、フランス軍とイスラム戦闘員が交戦する。イスラム戦闘員の抵抗の終盤には、戦闘機や攻撃ヘリコプターが投入される。交戦部隊は、極めて短距離で退治し、時には 50m を切るほど近接していた。 フランス国防大臣はこの日の戦闘をセルバル作戦発動以来最も激しい戦いの一つと述べた。フランス軍参謀本部によると戦闘終結後少なくともイスラム戦闘員約15人を殺害または負傷させピックアップトラック3台を破壊し重要な貯蔵拠点3カ所を制圧しいくつかの重火器を露覚したと発表している。 フランス側は第一両兵落下山連隊所属のセドリック・シャランと五丁が戦死している。彼はイスラム戦闘員の拠点を攻撃中のところ、東部に被弾し、18時間後に死亡している。同日、チャド軍兵士も戦死者が出ている。イスラム戦闘員は、フランス軍部隊によって、約15人が死亡、または負傷し、制圧される。3月4日、 悪夢筋の情報によれば、フランス軍の空爆によって、アブデルハミド・アブゼイド司令官の死亡を認めた。同じく死亡したと見られたモフタール・ベルモフタール司令官については、生存を主張している。2月28日から3月4日にかけて、フランス軍航空機は、てっさりと一体で120回の出撃をこなし、戦闘前線拠点や砲兵点に対する攻撃で約40人の、 イスラム戦闘員に被害を与える。同時期、フランス軍がイスラム戦闘員に40人の無力化をしたと推定する時点で、その他の戦果はピックアップトラック約10台と d e 3 0 1 2 2トル榴弾砲を破壊する。さらに、多くの軍用品や次の武器を露獲する。d e 3 0 1 2 2トル榴弾砲を3本、1 0 0、mm、トル 榴弾砲一門、82mm 迫撃砲一門、60mm 迫撃砲一門、BM-21 など砲兵、ロケット火器以外にも、対人地雷も六角している。3月2日に、フランス軍の砲兵五長一人が戦死し、他に二人が軽傷が発生している。3月3日夜から4日未明にかけて、フランス軍によりイスラム戦闘員15人が殺害される。 さらに、フランス軍は初めてイスラム戦闘員5人を拘束する。フランスによってテロリストとされ、彼らはジュネーブ条約による戦争捕虜の定義を満たしていないともされ、犯罪者として拘束される。彼らはおそらくマリ当局に引き渡されると考えられる。拘束者のうち、フランス国籍の一人はフランスに引き渡される。3月4日にアメテタイダニは3週間にわたる。 交戦の末に制圧される。ジャド軍とフランス軍により東部地域を包囲展開、当初は3 0トルから6 0トルの包囲間を形成し圧縮、殲滅、その後5キロメートル5キロメートルの正方形型包囲間を形成し、その中に約100人から200人のイスラム戦闘員を追い詰める。フランス軍参謀本部は3月4日から7日に、 かけてアメテタイダニでの創作活動で、イスラム戦闘員、約100人を、無力化し、ロケット弾や、手榴弾を、約1000発、あらゆる種類の銃器弾薬が6万発、あらゆる種類の火砲弾薬1500発、そして D 30、30122mm 榴弾砲や BM-21 など、重火器20機を旅客している。三月七日から十一日にかけて、イホガス産地にて、 第3統合戦闘軍と空挺部隊統合戦闘軍は創作活動にあたり、イスラム戦闘員の追撃する。露獲した武器や弾薬などは、テッサリとに回収される。イスラム武装勢力は、アメテタイダニとその南部分を放棄した。この過程で、イスラム戦闘員10人が殺害される。同時期、戦闘機による航空支援のもと、AMX-10。 RC 偵察戦闘者小隊が、リフォガス北東のティンザワテントボゲッサの間にて、偵察活動中、打ち捨てられた古い時代に触来し損傷するも、負傷者は発生しなかった。3月12日朝、第2外人落下3連隊の兵士たちが、イスラム戦闘員の一団と交戦、イスラム戦闘員4人を殺害し、さらに10代の少年1人を拘束した。フランス側に、 損害は生じていない同日午後、チャド軍もイスラム戦闘員と交戦している。チャド軍参謀本部発表によれば、3月12日の15時間で、マリハ県チャド軍は、イホガス山地にて、イスラム武装勢力と大規模な戦闘を展開した、イスラム戦闘員6人を殺害し、5人を捕らえたとしている。3月15日夜から16日未明にかけて、アメテタイダニの南方、 テッサリドの南方約 60km 地点で第4、統合戦闘軍と空挺部隊戦闘軍は捜索撃滅活動を実行する。3月16日午後、AMX-10RC 偵察戦闘車が地雷に触雷し、フランス兵3人が負傷、このうち2人が重傷を負った。運転手であった第一海兵不評連隊所属のアレクサンドル・バンドー連合長が戦死する。 負傷者は、急なヘリコプターでテッサリとにある医療拠点に搬送される。3月18日から21日にかけて、第3統合戦闘軍と空挺統合戦闘軍は、アメテタイダニの南方、困難な地形が広がるてる図国にて、捜索活動を継続する。チャド軍の一部は、デビ将軍の指揮下に置かれ、捜索地域から逃れる敵を拘束し、 キダル州からやってくる増援を阻止する任務に就く。3月20日、チャド軍とフランス軍第3統合戦闘軍は連携行動を取る。活動中に弾薬や砲弾を積んだピックアップトラックを爆破処分する。処分した下記には1 4 5ト、mm、ル機関銃、SPG-9 追戦車無反動砲及び85、式1 0 7ト、mm、ルロケット砲が含まれる。 また3月17日には、イフォガス山地内にて、イスラム武装勢力による爆弾攻撃により、フランス軍兵士一人が戦死する。3月21日から25日、フランス軍は、攻勢行動を終えて、いかなる抵抗にも直面していない。第3統合戦闘軍は、イフォガス山地東側で、捜索活動を継続する間、空挺統合戦闘軍はてっさりと駅間する。 捜索中に 122mm と 120mm 砲弾、無反動砲弾4ケース、60mm 迫撃砲、およびいくつかの地雷を発見している。空挺統合戦闘軍は目標を発見せず、霊下の統合戦闘隊のうち2個をアビジャンへ帰島させる。その後、第3統合戦闘軍は、ボガスサを確保し、3月28日から31日の間に、 チャド軍と連携して、アベーバラ周辺での偵察を実施する。この間、物資の貯蔵所を発見するもイスラム戦闘員は発見されなかった。第3統合戦闘軍は気だる駅通し、それからガオへ移動する。4月5日、チャド軍はフランス軍の撤収に伴い気だる駅通する。4月29日、フランス軍の VBL 装甲車が、 アベ原ラ県内のティンザワテントボゲッサ間を通行中、地雷と目される爆発装置により破壊され、乗車していた特殊部隊員一人が戦死、二人が重傷を負う。ありがとうございます。